そうですよね。こちらはご依頼者様にお渡ししたいと思います。ちょっと貴重なものですね。こちらのクローゼットの中でお亡くなりになられていたようです。これすべて猫ちゃんの足跡です。うつ病を患っていた方のようですね。精神安定剤ですね。この世の中に対して、まあ、何か恨みつらみがあったのか、今回はこのようにさせていただきました。でもちょっと気づいてあげられなかったのかなって。本日は特殊清掃の現場に来ております。今回はですね、お部屋の中で自死された方の現場です。心が弱っていたり疲れている方のご視聴はお控えいただくようお願いいたします。では早速入っていきたいと思います。こちらのお部屋ですね。あ、意外と綺麗なお部屋ですけれども、まあ、かなりもう刺繍は漂っております。結構、まあ、この季節なのでもわっときてますね。早速ですけれどもお邪魔します。背面でも綺麗ですし、お手洗いもものすごく綺麗ですね。こちらですね。こちらのクローゼットの中でお亡くなりになられていたようです。まあ、辺りにはもう体液がかなり浸透していますね。これも全て体液で、これはハエのさなぎですね。あちらにはなぜか包丁がありますね。なぜこんなところに包丁があるのかは分かりませんけれども、あもしかすると包丁で自死されようとしたのかもしれないですね、最初は。まあ、内側にドアノブはないので、まあ、この開けた状態のままでここに首をかけられて、ちょっと斜めですけれども亡くなられていたかと思われます。こちらはおそらく体液が浸透している毛布ですね。かなり虫の卵が産卵しております。ちょっとこれはくっついてる。こちらもこれも全て体液ですね。まあ、今年の夏はかなり暑いので、まあ、死後4日しか経過されていなかったそうなんですけれども、この暑さのせいで腐敗する速度がかなり速かったようです。まあ、たった4日でここまでなるって本当に珍しいことなんですけれども、こんなことあるんですね。なかなか僕も経験したことないです。弟さんが亡くなられたのはどのようにして知りましたか？ちょっと匂いが増していて、ちょっとクレームが管理会社の方に入ってですね、で、まあ、それで警察から私の方に連絡があって、ちょっと弟の死を知りました。弟さんとは頻繁に連絡を取られていたんでしょうか？連絡を、まあ、年に何回かというよりは、まあ、頻繁に取るときはもう取っていて、まあ、近所をお互い報告したりとか、まあ、仲は良かったですね。最近は辛そうにしていたりとか悩んでる様子とかはあったんでしょうか？実はその電話の時に5月ぐらいですかね、今の仕事辞めるかもっていう話を聞いていて、でちょっと本人にも鬱もあったりしたので心配していたんですけども、みんなと馴染むっていうのがちょっと難しい子だったので、ちょっといろいろ辛いこともあったのかなって今思いますね。よく見てみると猫ちゃんをお飼いになられていたようですね。こう床を見ていると、これすべて猫ちゃんの足跡ですね。飼い主様がお亡くなりになられて、まあ、飼い主様の方にかなり寄り添っていたのか、
それとも餌を探していたのかで、まあ、体液がついた足でいろんなお部屋に行き来していたのだと思われます。まあ、まだ生活されていた本当にそのままの状況で、傷病手当申請金、まあどうも傷病名うつ病を患っていた方のようですね。割とキッチンも綺麗に整理されている方なので、まあ几帳面な方だったのかなとは思います。和室です。スリルビルド、これは精神安定剤ですね。でこちらはトリアゾラム、これは睡眠薬ですね。まあ、もしかすると、まあ、実施される直前に、まあ、こういうお薬を、まあ、普段から飲んでらっしゃったとは思うんですけれども、ちょっと大量に摂取された可能性もあります。ちょっと何とも言いませんけれども、まあ、実施される方の多くの現場はですね、まあ、結構こういったような精神安定剤であったりとか睡眠薬とかが大量に見つかることが多いです。何か多分こちらにお住まいの方のメモ書きですね。こちらはおそらく、まあ、郵便物がたくさんありますね。封筒も開けてないまま、開封してないままで、洗濯物も干したままです。まあ、かなり綺麗なお部屋ではあります。今回ご依頼者様がお姉さんということなんですけれども、そちらのお姉様がですね、まあ、こちらの場所とは物件とはかなり離れた地域で暮らされています。で弟様が、まあ、なぜこのようになったのかとか、何を思い詰めていたとか、そういうことを本当に一切把握していなくて、まあ、なぜ自死されたかと、まあ、そういう原因ですね、死因とかももう一切不明でございます。まあ、特殊清掃遺品整理をさせていただく中で、何かその手がかりになるようなものが見つかればいいなとお姉様はおっしゃっておられます。まあ、近隣の住民の方の苦情もかなり来ているので、作業の方を準備進めていきたいと思います。依頼者のお姉様がちょっとショックのあまりに部屋の中に一本も入ってないらしいから、はい、なんかちょっと思い出っぽいやつとか、なんかそういう写真とかなんかあったら、そんなの全部残しといてください。はい、はい、了解です。ご依頼者様が株をたくさん持ってらっしゃるから、それに関わる書類を置いといてほしいというところだったので、株式関係書類、これは重要事項説明書ですので、まあ、不動産を売買した際にですね、不動産業者が発行する重要事項説明書になります。まあ、どちらかの不動産を売買されたんでしょうね、最近。あれ、なんか入ってますね。ちょっと暗証番号がわからないんで、ここでご依頼者様にお返ししたいと思います。この辺りは全部取っとこうか。ほどうつの症状があったということなんですけれども、それはいつ頃からそういう変化があったんでしょう。うつは5年くらい前に弟がまあちょっと離婚したのもあって、その後うつのようになって、まあなんか時々なんか落ち着いたりとか発症したりとかを繰り返していて、仕事も転職とか繰り返して、電話した時にもっとちゃんと話聞いてあげてよかったなって、こんなんなってなかったのにって母とかにもなんか申し訳なくってすいません。よいしょ、
ご先祖様のご遺影ですかね。これは手帳ですかね。あ、何か書かれてます。これご本人様ですかね。こちらはご依頼者様にちょっとお渡ししたいと思います。ちょっと貴重なものですね。これ薬剤を2つ撒くんですか。そうですね、ちょっと別の薬品で湿らしてからこの粉状の薬品が圧着する。やっていって、はい、体液が浸透してこの床材がフローリングがベトベトになってますね。このフロアの材料がこの人の油と体液で体液を含んでこんな状態になってます。中には人の油に群がっている虫がたくさんいます。では品整理の作業が終了いたしました。お家の中からこちらの品々が出てきたんですけれども、こちら個人の方の手記っぽいのが出てきました。これをお写真はちょっとわからないんですけれども、ご確認お願いいたします。弟が飼ってた猫なんですよ。あ、そちらの、はい、ああ、なるほど。一緒に写られているのは個人様。あ、そうです。あ、そういうことですか。もともと村猫だったんですけど、はい、なんか公園の隅っこで弱ってるところを弟が拾ってきて熱心に育ててたんですね。すみません。猫は優しい子だったので、弱ってる子はほっとけないっていうか、読ませていただいて大丈夫です。あ、もちろん。はい。
うまくいかないね、世の中は。よくも戻るも同じ世の中。姉さん、いつまでもお元気。味噌ですよね。自分の口で伝えることができたらよかったけど、でも隠れてたなんてどうしても言えそうにない。姉さん、いつも助けてくださるやつ。なんか辛かったことを気づけてあげれなくって、5月に最後電話した時にちょっとおかしいなって思ったんですけど、なんかもう生きてる時にこんな悩んでたんやったらなんで言ってくれへんかったのかなって、すごいなんか後悔があって、すごい可愛がってたので、この子を置いていくって多分すごい、なんだろう、そこまで思い詰めてたっていうのを、なんか今これを読んでなんでもうちょっと早く気づいてあげられなかったのかなって思います。でも今回ちょっとご依頼して、すごい大切にいろいろご用意してくださったので、多分相当も喜んでると思うので、ありがとうございます。